あはははは。始まってるよ。はい、どうぞ。はい。はい、皆さん、こんにちは。今日は2月10日の月曜日、3時半になりました。整理収納アドバイザー参りのお片付けスイッチオン。今日は23回目、お送りします。はい。ね、それこそ、ね、2月3日皆さん豆まきしましたか？ね、2月3日はね、その年の、厄を払って、2月4日新しい年を迎えるっていう旧暦のね、方で、新しい季節に切り替わった時でもありますね。皆さんは、1月1日でね、結構切り替えの時期ってなる方も多いとは思うんですけども、うん、今年もあっという間に1ヶ月過ぎちゃいましたね。うん、12分の1と思っていると、あっという間にね、3分の1、2分の1って減ってちゃうので、ね、まあ自分がね、目標立ててる方とかも今多いですかね。うん、結構ね、やりたいことリストとかね、うん、作ってる方もどうやら多いようで、うん、皆さんはいかがでしょう。私はね、もう早速一つ、願いが叶いまして、ね、無事、引っ越しました。そうね、今バタバタで、それこそね、もうね、何よりもね、片付けもそうなんだけど、もう体調が優先ね。うん、意外とその人間って、こう、同じ場所にとどまる、変化しないっていうことを、実は無意識のうちに好んじゃってるんですよね。うん、なんで、ちょっと変化が起こりそうになる、もしくは起こった時に拒否反応っていうか、こういつも大したことないのにすごい疲れたりとか、うん、する同じことをしててもね、うん、ただ生活してるだけなのに、いつもと同じように日々を過ごすだけなのに、ちょっと環境が変わっただけですごい疲れるっていうのはね、誰しも大人も子供もありますのでね、皆さんも体調気をつけていきましょう。でね、コロナウイルスとかもね、結構ね、言われてますけれども、意外となんか、情報が錯綜してて、どうなんでしょうかね。あれですね、周りの場合は新聞は取ってないので、スマホで、その新聞の記事とかをね、見たりとかもするんですけれども、まあ、ネットの、ニュースなんかもありますけれども、実はそんなに、すごい強い菌でもなかったんじゃないかっていう噂があったりとかね。日本国内に入ってきてどうですかね。収束早く向かうといいですね。もうね、インフルエンザの話題がなんかどっかの方行っちゃいましたよね。ね、インフルエンザもでも相変わらず多分流行ってるんじゃないかな。うちの子の小学校はそんなに、今もうちょっと前に学級閉鎖のところがありましたけども、落ち着いてるのかな。特にお知らせも来ないですね。このまま行ってほしいですけど、あっという間になんかどうなんでしょうね。ちょっと寒い時期がそれこそここ 1,2 週間のうちに何日かあって、で冬らしいなっていう日もあったんですけど、またね、風は強いけど、まあ今日もそれなりにいいお天気でね、暖かかったですけど、今年ね、もう花粉もね、だんだん飛び始めてるようでね、薬を飲んだりもしてますけども、私もね、なかなかね、その体調っていうのは意外と大事ね。そうなんで、体調がちょっとどうかなっていうぐらいでも結構パフォーマンス落ちるので、手痛いから下ろしちゃおう。ね、パフォーマンス落ちるので、そう、その辺はね、お片付けしかり、仕事しかり、まあ、プライベートのお楽しみしかり、ね、気を使っていきたいとこですね。そう。で、意外と、その、お片付けの優先順位というか、そういうのもあるんですよ、実は。そう。で、優先順位ってよく、どういうものから片付けたらいいですかみたいな、ね、優先順位っていうのはよく見かけるんですよね。それこそ、思い出品とかね、写真とか、宝物系は、
後にしようねとか時間かかるからねとか、うん、あとは逆に言うと女性は服とかバッグとか靴とかすごく多いはずだから、まあそこは最初やりやすいんじゃないのとかね。あとキッチンも賞味期限ありますよね。うん、賞味期限も一つ手放すか手放さないか、捨てるか捨てないか、これから買うのか買わないのかっていうところでね、うん、何決めやすいっていうね場所ではあるので、うん、ぜひぜひねやるべき場所ではあるんですが、そもそも片付けの一番大前提として安全かどうかっていうところですね。うん、で、安全かどうかっていうと、ん、どういうことってちょっとなるかもしれないんですけど、まずそもそもが例えば使用頻度ごとに分けたりしまったりしましょうねって言うんですけど、使用頻度も防災関係に関しては使用することはもうほぼほぼなくって、で、9月とか12月とかね、防災訓練なんかの時に見直すかなぐらいだとは思うんですけれども、うん、実際は使うことはなくても使用頻度1、一番よく使うっていうところにジャンル分けされるんですよね。うん、で、まあ、それはなぜかっていうと、使用頻度が低いものは普段使いづらいところに置くとかね、うん、あと高さ的に言うと、まあ、重くなければ高いところにしまう、例えば踏み台を使わないと取れないようなところとかねにしまったり、あとはちょっと家の中でも奥まったような場所や2階の普段あまり使うことのないような収納の中にしまうとかね、うん、で、そういう使用頻度によって入れる場所を決めるっていうのがあるんですけど、実際にはいざいつ地震がね、火事とかで災害、津波とかね、災害が来るかわからないので、そういう時のためにすぐ使えるところ、使える場所に置くっていうのが大事になってきます。で、あとは片付けの中で言うと重さね、重さとか、あと危険物、刃物類とかね、うん、重いもの、例えば土鍋とか、うん、シーズンによっては確かに使わない時期もあるけれども、重さがあるのでいざ何かって落ちてきた時に危ないですよね。うん、なので重さのあるものは高いところへはしまわないっていうのが一応ルールになっています。うん、で、まあ最近のね、なんていうかな、ロックができるような戸棚とかもねあると思うので、そういうのはねうまくその戸棚のなんていうかな、性能がどのぐらいかっていうのもあるのでね、一言では言えないですけれども、うん、そういうのも参考にはなるとは思います。うん、そう、意外とねあんまり使わないホットプレートとか土鍋は上に入ってること多いです。うん、だけどできれば低い方で、本当に使わないのであれば、もう逆に居室じゃないところの押し入れとかねに箱に入れてしまっとくとかっていうのもありかなと思います。うん、で別にそれこそ私もよくやるんですけど、紙をね、紙に書いてね、メモとか紙に書いてちょっとその収納の中の壁とかにピッて貼っとく、うん、ホットプレートどこどこみたいな感じで、うん、そうするといざ使おうと思った時に迷わないですよね。うん、キッチンのものだから絶対キッチンにっていうわけではない、うん、使用頻度によっては場所を変えてもいいです。うん、でそういう意味で、まあ、安全第一、そうだね、さっき言ったあと刃物とかもね、刃物類は高いところに置くといざ落ちてきたら危ないので、もう考えなくてもね分かるとは思いますが、目に見えるところでちゃんとね包むとか、うん、あとは引き出しのすぐにこうボロッと落ちないようなところね、引き出しも結構満タンに入ってる人いるので、うん、気をつけてくださいね。理想は7割から8割です。うん、そうで、そう、一番第一に考えなきゃいけないのはその安全かどうかっていうところです。うん、なのでそれこそなんていうかな、
年代によっても違うんですよね、うん、小さいお子さんがいるうちとか、あとは逆にあのシニア層の方、もうちょっとあのお手伝いしてあげる方がいいのかなっていうぐらい あのちょっと介護が必要な方とかねもいますし、うん、そういう方がいる場合は特にあの配慮しないといけないですね、うん、そうそうそう。でそもそもあのそこが満たされているかどうかっていうのをまずチェックしてみてください、うん、そう意外とお片付けって結構その見た目をきれいにするっていうイメージがすごく強くって、あの忘れられがちなところなので、実はねそこが一番そもそも大事で、いくら見た目が良くても突然ねあのお皿を取った拍子に包丁が落ちてきたなんてねいうことがあっては危ないのでやめてくださいね。で、あとはね次にその安全で、暮らせる状況にあるかっていうところがまず第一。次第二に、そうだな、第二にその自分と自分を含めた家族、他の家族、うん、がいいコンディションに持っていける環境になっているかっていうところですよね。うん、でよく言うんですが、あの片付けをしてない部屋だとこうよく心の状況が状態がね現れてるなんて言いますけれども、実際にあの片付けができてない散らかった部屋にいるだけで普通に疲れます。うん、なんかねなんていうかな、物から結構ストレスを受けちゃってるのが多分本人も気づいてなくて、で何かしらちょっとしたことでいちいちイライラしたりとか、なんでこんなにイライラするのかなっていう時は絶対片付けるといいと思う、うん、でそう、そのねモチベーションがやっぱり低いとね、あの片付けだけじゃなくてその勉強もそうだし仕事もそうだし、あの家庭内でのねあのコミュニケーションもそうだし、でも何においてもねあのモチベーションがぐっと下がっちゃうので、うん、そうモチベーションをうまく保てる環境になってるかなっていうところですよね。うん、で、例えばあのうちは今引っ越したてで子供たちも環境がガラッと変わってます。で私ももちろん変わってます。なので私はその自分の体調が最優先今は、ね、どうしてもやんなきゃいけないことはたくさんありますよ、ね、手続き関係もそうだし、ね、もうそもそも運び出したものをねどこにしまうかなんてね、もう一応そのプロとしてやっていてもいろいろ考えるわけですよね、そのプロのその理論に従ってね、うん、でお客さんがその片付けアドバイザーと片付けをするのとちょっと違って、お客さんがやる場合はアドバイザーがこう俯瞰して見てくれるので、うん、なかなかねその自分で気づけないようなところとかそういうところもアドバイスをくれるんですよね、うん、ただ自分のことってなるとねなかなかねアドバイザーでも難しいんですよ、一人でやると。そう、これはこうだっけかなああだっけかなっていうことをずっとぐるぐる考えながら、もう頭で考えきれないと紙に書いたりなんかして、うん、これはここにしようかそこにしようかすごく悩みます。うん、でだけどそうやりつつも結構それが時間がかかるので、後回しにはなってます正直。うん、だけどでも自分がこういいコンディションでいられるのが一番大事なので、うん、なので睡眠時間はできるだけ確保するようにして、うん、でご飯もちゃんと食べられるように。でただその食べるのが好きな家族なんですね、うちの家族は。そうなんでね、キッチンの周りは最優先でまず片付けました。うん、日常使うものはもちろんそうなんだけど、キッチン周り美味しいご飯が食べれないってことはもううちの家の中では死活問題なので、うん、なのでキッチン周りは優先的に片付けました。うん、でね、そうで子供たちにとっても
引っ越す前に普通にやっていってもらったことっていうのがあるんですよね。うん、片付けの中で手伝っていてもらったこと、例えばあの子どもたちがこう給食袋に入れていく袋、マスク、布巾とかをこう洗濯に毎日出しますよね。で出したものを私が洗濯して、乾いたらあの取り込んで、で畳むところも時々手伝ってもらうんだけど、畳んだ後、うん、私が畳んだ時はあの個人のそれぞれに分けて、でそこからあの自分でしまってもらうっていうやり方だったんですよね。うん、でそれは全然いいと思ってて、これからもそうするつもりなんですけど、ただあの今のこの生活、新しい生活にね、なかなか、まあ、慣れてないわけですよ。うん、なんで、そう、今は私がその中にしまうところまでやっています。うん、でもそれはこう甘やかしてるわけでもなく、なんていうかな、今子供たちがその優先されるべきあの体調管理っていうところで、まあ心の面も含めですよね。うん、ちょっと緩くしてあげて、うん、でこうスムーズに新しい生活に移行していけるようにっていうことで、ちょっとそこは配慮しています。うん、なのでね、一概にこれは子供にやらせることだからっていうのでピシッとやるところももちろんありますけど、緩くするところもあります。うん、まあ逆にやらせてるところはもう本当に学校の、荷物の管理ですよね。荷物の管理というか、帰ってきてランドセルの中から何を出す、これを入れる、これは洗濯へっていうのは本人たちにやってもらってます。うん、なのでちょっと 1,2 割私が担当してる感じですかね。うん、でちょっと慣れてきたら徐々に増やそうかなっていう感じですね。うん、なのでその片付けにもそのやっぱ体力とか頭も使うこともあるし、ね、気力ももちろん使えますので、ね、そこはこううまくコントロールしながらねやっていくと一番無理なくスムーズに進む方法だと思います。うん、そう、意外とねなんていうかな、こう片付けの話をしてても何が正解ですかとか、どの収納グッズがいいですかみたいなことはよく聞かれるんですけど、結局その本当に大事な根本の部分をすっ飛ばしてその最終的なところを求めちゃうので、ただねそこもなかなか自分のこととなるとね、分かんなかったりするみたいですけれども、ぜひぜひね自分ごととして考えてほしいですね。なかなかね、こんにちは、こんにちは、難しいですけれども、で、それこそ今2月ですよね。で今度3月そして4月ってまた一つのね1年の中での区切りの時期になるわけですよね。やっぱり年度が変わるとどうしてもこうお仕事の方は部署が変わったりとかね、お客様の様子が変わったりとか、すると思いますし、学校のね学生さんとかお子さんなんか本当にね学年が一つ変わるだけでやることも変われば教室も変わるけれども先生も変わってね全然雰囲気が違う感じになってとかね、進学したらなおさら違いますよね。そのタイミングで結構なんていうかなね、いろいろ変化がある方が多いと思うので、そこに関してねやっぱりどうしても物が増えたり減ったりします。で意外とそのどうしても今年度3月までは使うけど4月からは使わないもの、使うかどうかわからないもの、それから使うものっていうのが出てくると思うんですよね。でそれをこうごちゃ混ぜにしないでできるだけ分けといた方が後々楽です。で、もし使うものがあるならそれこそ分かりやすく次のシーズンに使うものと一緒に置いた方がいいですよね。で逆に使うかどうか分からないものっていうのが出てくるんですよね。使うかどうか分からないものは無理にこう処分してしまっても後で
どうしようっていうこともありますし、もしねそれがね周りでね聞けるような人がいればね、これって来年使うのかなっていうのを相談してみるのももちろんありです。うん、しそれこそね私もねその何小学生でね習字道具とかね買う機会にどうですか、中学に行ってももしこれ使うんですかねっていうのをね確認して、で中学生になっても使えるものを選ぼうとか、うん、そういう風にね人から情報を得るっていうのもいいですよね。うん、そうなのでそんな感じでその自分一人で進める片付けというよりかは周りにもね頼ってみながら進めていくといいと思います。で意外とそのこういうものこういう風にしたよっていうのを発信するといいですよね。全然アドバイザーとか片付けやってる人とかじゃなくても、うん、こういうものの処分すごい困って周りに聞いたらこうだったっていうのをシェアすると、そうするとそれをまた周りの人が、うん、知るとその人もまたね手放しやすくなったりね、捨て方がわからないのを捨てやすくなったりとかっていうきっかけになるのでね、ぜひぜひねシェアしてみてください。はい、待ってよ、今なちょっと時計が今ふとなくて分かんなかった。うん、ベラベラしゃべってましたけれども、そうね、意外とねそのなんていうこの時期ね、ちょっと今からやっとくと多分楽です。うん、で意外とその何3月とか4月になってからバタバタし始めちゃうと環境ももう変わり始めちゃうもんだから、なかなかうまくいかないというか片付け後回しになっちゃって結局奥の方に詰め込まれちゃうってことが多いので、ぜひぜひ普通にしてた方がいい、はい、そうね、今のうちにちょっと手を打つっていうのはありかなと思います。うん、ぜひぜひよろしくお願いします。そろそろお時間でしょうか、どうでしょうか、20、20、53分、まだ53分まだ53分だそうでね。うん、それこそ今私が迷ってるのはこれね、今スケッチブックの中から出てきた四つ葉のクローバー、これそれこそね息子がねつい最近くれて、あじゃあぺっちゃんこにしとこうって言って挟んだやつがちょうどここに入ってたっていうね、こういう四つ葉のクローバーはどうしましょうですね、どうしましょう、食べちゃう一番でもクローバーって食べれるの、ウサギは食べるけどね、ウサギになる、あー自分がねそんな可愛いことできないできないできません、前だったらできないもう男女だから残念ながらね。さあそろそろでもね時間になってきましたので、今日のお片付けスイッチオン23回目はおしまいになります。次はね私たちが提唱する温活、体も心も潤い体全体整う、ゲスト佐藤、普通に読んでいいんですか、あ佐野ごめんなさい佐野みことさん、うん、佐野みことさんとアリガアキコさんいいかな、うん、お願いします。すごいですね、温活大事ですよね。うん、もうだんだん年になったね、冷やさないようにしないとはい、ありがとうございました。